はい、ということで、ということで、もう今日はね、ちょっとギア開けの方、あのフェスティのギア開けながらやっていきたいと思います。フェスティのギアこんな感じにする予定なんだけど、これ多分強いんでみんな真似してくれ。シャープマーカー持つ人、まあフェス絶対シャープマーカー強いんでね、シャープマーと洗濯機で溢れると思うんで、もうなんだガチマも今も溢れてんだけど、洗濯これやばいな。ガチヤグダの洗濯どうする。カニ吐きまくるか。まあ、シャープマーカーのカニがなんか洗濯メタみたいなとこあるんで、お前はとりあえず、おるやん、ナイス。あと、スパタリどこだ。スパさん。いや、まあ、ビーコンがあそこにあるんだよな。いないね。ちょっとスパさん消えたんで、何やらね。いや、カニハクはちょっとお前を守る。俺はハイトラントを守ることで、ちょっと生きがいを感じる特殊な人間なんでね。ほい、そこ、3発 ?4 発 ?5 発 ?6 発当たらん。やばい、あ、これ、いや、ナイス玉が天才すぎる。IQ4 万。いけるぞ。ほい。いや、オッケー。イカ忍者がね、強いんだよね。で、フェスティの、そう、ギア、フェスティっていうか、めっちゃ安いかけらで、ギア、メインギア変えれるんで、イカ忍がいいと思う。やばっ、あっぶね。さあ、生き残っていく。この生き残りはでかいんじゃないか。どれぐらいでかいっていうと、まあ、野球ボールぐらいよね。めちゃめちゃちっちゃい。これ、一回左から。あいつ、あのセンサーの野郎。まだ死んでないからな。もう死なずに行くか。いるいる。そこいる。見とけ、お前ら。ほおー、おっしゃ、オッケー、いけ。マジでいい感じ。いいんじゃん、これゼロデス目指すか、一回。おい、いきます?あ、ナイス。いった、危ない。やめろ!ちょっと、死にたくねえんだ、俺。いや、大丈夫。俺が死ぬときは、味方が、身代わりになる。バジル・ホーキンスみたいな感じでいくわ。どうも、バジル・ホーキンス先生。脇くせー。お前、やめろ!いや、大丈夫だ。死なない。今日はちょっと死なない日だ。いつもはね、俺、初動で死ぬことで有名なんですけど、もう、2分間くらい生き残ってる。これは熱いんじゃないか。ヤグラはね、なんか、めちゃめちゃ立ち回れば死なないで済むからね。エリアとかあったらあれだけど。さあ、マジでいける。ゼロデス選手権1位いけるこれ。ちょ、まだね、予選敗退しかしたことないんだけど、ゼロデス選手権。いけるか。やばい、お前やめろ。お前や、あっぶね。俺行った。あいつやれる?やっと、めっちゃボロボロ。やっべ。いや、死にたくないが、乗らなきゃダメ。これ行ったか、これはでも。おれ!ナイス!ヤグラやっていきましょう。アマ美術大学なんだけど、ちょっとね、マイクの位置を変えました。どうでしょうか?まあ、どっちでもあんま変わらん気がするんだけど、位置がね、遠いと、たまに音拾わなくて困るんだよね。なんかね、逆に大声出した時、ノイズ判定されて俺の声が、まあ、あんま変わんねえんだけど、ノイズみたいなもんだから変わんねえんだけど、それで音がかき捨て、いや、ノイズだな、これは。かき消されちゃうことがあるんで、そう。なので、なんかね、近くにすることによって逆にマイクにも口答えさせないっていう、そういう作戦でいきたい、今日は。オッケー、ナイス。そこいる。やるね。いや、あいつは食い棒で嫌がらせ。ボムヒね、やっぱ1ぐらい欲しいわ。めちゃめちゃ強いっす、ボムヒ。なんか最近ね、ボムヒの強さに気づいたね。今作強い気がする、ボムヒ。なんかね、射程取られて負けることが多いんで、そこをボム火で詰めるみたいな、そういう立ち回りが強い、射程も。ガチで今作強えわ。味方ドヤ顔だな。ちょ、降りちゃったよ。ドヤ顔前行ってるけど。いや、いいよ、もう。そしたら俺がこっから辺からさ、カニタンクを吐かせてもろて、行くぞ。ここで、ドヤ顔カニ、いや、ドヤ顔すぎる。おらららら。ナイス。ここで行ける。もうでけえ。はい。一発?二発は入んない。お。いやー、ちょっと待ってね。いないここ。あ、普通にチャンネルか。はいはいはい。乗ります。いや、ちょっと。俺死にたくない。今日、ごめん、死にたくない日なんだ。あっぶね。いや、いけるかこれ。いけそうな顔してるわ。なんならいけそうな胃袋してるこれ。あ、おや、オッケー。なんかやった。あ、いける。乗る。ナイス、でかすぎ。そいつ、あとはそう、このカノン砲で。カノン砲って言うんですよ。この弾。こんにちは。カノン砲です。イェーイ。わっしょい。あったー。はい、ということで、ゼロデス生活継続中ってことで、さ、3日目、さ、3試合目やっていきたい。マジでまだね、デスしてないんだよ。わーって、ローラーはちょっときついかもしれんな、これは。ローラー潜伏されて、アヒャーって終わるから。さ、まあ、頑張って、アヒャーって言われないように頑張っていきたいんだけど、潜伏はね、この食い棒で炙り出して、せっかく煙突積んでるんで、この食い棒でなんとかしていく。だが、今日は果敢に攻める。オッケー、顔面直ならセーフなんだけどな、普通は。ドッジボールだけ。まあ、それは小学校の世界だけなんで。あー、終わったー。ゼロデス終わったー。勝ちに行きまーす。まあ、これは、ちょっとまずいな。ちょっとまずい、キムタク。ちょっとまずいよ。
黙れ。さあこれ裏から行きたいんですけど、バレてないよな。もういい、あのデスの枷を解いた、ほどいた。俺は最強やぞ。デスにとらわれないこの動き。ほっほっほっほう。やばい、そこんすくい。いやバリア強え。ちょっと邪魔だな。バリア、バリア、バリア強えって言ってるじゃん。ちょっと言ってるじゃん、言ってるじゃん。おや、やばいやばいやばい。バリア相手3枚いんだけど、ヤクラのバリアマジで強えんだよな。やばすぎるこれ。うわっ、いや止めたが、あるのか。勝ち、勝ちて、勝ちたい、勝って終わろうぜ。オッケー。いやこれある、どうだ、ある、ない、どっち。あるが 2% くらいしかないけど、ないが 99%。 やばいなこれ。いやもう前でヘイト稼ぐわ。ちょっと来てくれ、運んでくる。ヤグラ頼む。ヤグラっていうルールね、ヤグラが遅いんだよなあいつ。もうすぐ早く来ね。ホコとかやっぱ自分らで持ってきるじゃん。あのヤグラ亀ぐらい遅いんだよ。もう遅すぎ。ウサギがホコだとしたらね、亀はヤグラなんだよマジで遅い。いやこの潜伏バレてない。あいつはちょっと踊らせといて。はい、やった、やって、オッケー、やっ、よしよしよし、いけるぞ。ローラーもいる、そこ。バリアが強いって言ってるじゃん。マジで強い。やべ、さあ落ちちゃいったが、まあ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 、いや、ええ、ここら辺でちょっと耐えとくわ。バレてるから、ちょっとこれガチで勝ちに行くわ。毎回ガチなんですけど、これ勝ちに行くっていう心的にはね。あった、ちょっと変、バリア強い。やべ、あー、いや、あるある、全然ある。ないないない、まあ、に落ちだから歩いていくけど、2か。もうほぼノックアウトを前提でいかないと。ノックアウトってことは俺が朝倉みつるになればいいんだ。いけるぞ。まあマジでちょっとあのローラーをどうにかしないとダメだな。潜伏がダリーローラー、いやね、いる、絶対いる絶対いる、ま、絶対いるわ。そう、来い。いや上から来るか。ナイスナイス、でかいでかいでかい、マジでかい。そこいる、そこいる。若葉ならいけるか。さあこれ逃げられて、いやーまずいな。復帰する、復帰来る。いや、あいつやれる、あいつやれる。あと一発。いや、あれやれてない。やべ、味方俺入った。なんだこのクリームパンダちゃんみたいなところ、痛くないんだけど俺。やれる、やったやったやった。でバレました、バレたから裏見てくる。だからやる、オッケー。そこのスクイックリンらしき音、ナイス。でかいでかいでかい。あと後後、バリア多すぎるな本当に。いる、まだいる。これ上来るやろ。オッケー。ちょっと今回はガチです。はい、何も喋れねえ。集中します。俺かまど誕生になります。全集中の鼻呼吸でいきます。うっ、オッケー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 。バッ、マジでバリバリ飲みすぎる。ちょ、バルトロメオ強いですよやっぱ。いやー、やる、まずい。これ負けたら負ける気がする。あっぶね、ナイスナイスナイス。ローラーいる、やったやった。あ、ローラーローラー、いけるいける、あと一人。しかもナイスも溜まってる、いいね。でかいでかそうな。味方が飛んだ瞬間にナイス様使えるか、使ってくれ頼む。はい天才、はい天才、洗濯機ナイス、天才、いいナイス様、オッケー。おーし、皆さんもフェスシャープマーカー使いましょう。はい、ということで水派の人は高評価、炎派の人はグッドボタン、草派の人はチャンネル登録お願いします。それではじゃの、イカ速イカ速イカ速、負けた。